はい、本日はですね、6月に買って良かったものベスト5を紹介していきたいなというふうに思います。で、これがですね、先月も紹介させてもらったんですけど、これ意外と好評やって、何が好評かっていうと、服の紹介よりも意外と番外編の方が人気やったっていうことで、まあ、特にその中でも人気あったっていうのが、この炭酸シャンプーがなぜか知らんけど人気あったっていうことになってますので、まあ、今回も同じく服のベスト5とプラス番外編っていうのも紹介しようと思ってますので、まあ、これはこれで終了したんですけども、違う番外編もありますので、まあ、それはどっちかというと生活がちょっと便利になるとか、日用品とか、まあそういうのが番外編になって、ベスト5に関しては、まあ、ファッションをメインになってるんですけど、まあ、僕が実際使ってみてよかったなと思う5つを順番に紹介していくという感じにはなってます。ではですね、もう早速紹介していきたいなというふうに思うんですが、まず第5位というのがですね、こちらのホカオネオネのスニーカーということになってます。で、まあこれはですね、買った時から今月買ってよかったものベスト5絶対入るわってまあ思ってて、でその後も実際にトレッキングというかちょっと山に歩きに行った時に履いたりとか、あと1日履いたりとかしてて、もう今のところ全く不満点がないんですよね。だから案の定ベスト5には入るなぁと思ったんですけど、まあただ5位になったっていうのは他にランキングのものがちょっといいのがあったので、まあ5位になってるんですけど、特に何か悪いことがあるとかいうわけじゃなくて、本当に防水やから今の時期ちょうど通やと思いますし、逆に梅雨が明けても水辺のレジャーとかあると思うんですけど、そういう時川とかで履いてても濡れないですし、あの完全防水でゴアテックスなので全く濡れないですし、でさらに歩き心地もめちゃくちゃいいので、まあ、これは堂々の第5位かなという感じで思います。まあ、あの実際履いた感覚としてはですね、僕トレッキングというかその山道をちょっと歩いたりはしてみたんですけど、山道ってたまに歩いてたりしたら、僕たまにあるんですけど、足首が弱くてこうグレってグネったりすることあるんですよ。まあ、グネってグネったりするんですけど、まあ、この靴を履いてからそういうのが全くなかったんで、履いてて安心感もありますし、山道ですらこうぐねる感じもないから、めっちゃ安心して足を預けれるんですよね。だからこう恐る恐る坂を下っていかなかんとかも全然ないし、普通に歩いていけば全然問題ないし、でなおかつ濡れへんしって考えたら、これ別に悪いとこないんちゃうかなって。まあもちろん見た目のデザインがもしかしたら人によったら好きじゃないかもしれないですし、僕も個人的に見た目のデザインそんな好きではないんですけど、まあ、機能的に考えたらもうこれは全然ベスト5に入るでしょということになってて、これ年間で考えてもまあ、トップ10は入らへんかもしれんけど、まあまあええとこまで来るんちゃうかなって、まあ、個人的には思ってるんですが、まあ、それぐらいお気に入りの一足ということになっております。まあ、なのでアクティビティに活動されるか、例えば山とか川とか海とかそういうところに行かれる方で濡れる心配がある方とか、あとガタガタ道を歩く方とかにはこれはお勧めできるようなスニーカーになってるんじゃないかなというふうには思います。で、あ、言い忘れてたんですけど、全部ですね、一応動画説明欄に詳しい動画の説明っていうのは貼ってますので、まあ、これ以上僕は詳しい説明はするつもりないので、もし気になる方っていうのは下の動画説明欄から商品レビューの動画を見てもらえればなというふうに思いますので、第5位はこちらということになっております。では次第4位っていうのはこちらのテバのスポーツサンダルということになってます。まあ、これ比較的最近紹介したアイテムになってるかなと思うんですけど、動画的には最近紹介してるんですけど、実際買ったのはもう少し前になって、動画自体はそこで撮ってるので、もう着用してから2週間ぐらいは経ってるんですけども、まあ、履いた感想としてはですね、あ、だから人気あんねんなっていうのがこう感じれるような形になってて、まあ、どういうことかっていうと、もちろん歩きやすさとかは全然不満もないですし、あと僕が一番気にしてたスポーツサンダルのこの布の当たるとこの靴ずれっていうのがですね、ちょっとまあ気にはしてたんですけど、しっかりそういうのが起こらないような工夫っていうのがされてて、あ、そういう細かいところにまで気を使われてるのがこのテバやねんなと思って、だから街中でもめちゃくちゃ見るし、毎年人気な理由ってあそこなんやなっていうのが分かったりしてて、これ正直靴ずれせえへんかったら今のところデメリットないんですよね。だから逆に悪いとこを上げるのが難しいなと思うぐらい、まあ、機能的であり、なおかつファッション性も高いし、まあ、誰でも合わせやすいようなサンダルかなというふうに思います。まあ、足が長かろうが足が短かろうが別に誰でも合うし、肌が真っ白であろうが肌が焼けてようが何でも似合うので、まあ、これは誰が履いても似合うし、夏場やったらどう合わせても問題ないようなサンダルなんで、まあ、デメリットを上げる方が難しいなと思って第4位ということになってるんですが、その細かいディティールの部分とか、なんで靴ずれせえへんのかみたいな話はまた後日ですね、ノースフェイスのこちらのウルトラスレイタムプロとこのテバのハリケーンを比較した動画っていうのは作ろうと思ってますので、まあ、そこで詳しくは紹介していこうかなと思うんですが、やっぱりいろいろ考えられて作られてるなというふうには感じました。まあ、僕も結構食わず嫌いみたいなところがあって、こういうスポーツサンダルが僕あんま形的に好きじゃないっていうところもあってですね、今までずーっと履いてこなかったんですけど、まあいざ実際履いてみたら、多分皆さんからほらだからええやろって言われると思うんですけど、まあ見た目は相変わらずそんな好きではないんですけど、まあ実際履いてみたらいいのはいいなと思ったんで、第4位にランクインしたということになっております。まあなのでおそらくこの夏、まあぼちぼち履くんじゃないかなというふうに思います。まあちなみにサンダルに関しては僕これよりもやっぱりレインボーサンダルの方が好きは好きなんで、頻度としては絶対レインボーサンダルの方が多いと
と思うんですけど、まあ、これやったらたまに履くかなという感じで思いますので、買って困るようなアイテムじゃないので、まず第4位ということになっております。では次第3位に行きます。こちらのノースフェイスのパープルレーベルのキャップになってます。まあ、これも比較的最近レビュー動画出したばっかりなんですけど、もちろんこの帽子がいいっていうのもそうなんですけど、まあ、僕からしたらそれ以上に今までない色やったっていうところが、まあ、第3位に入ったってことで、今まで通りネイビーを買ったりとか暗い色を買っちゃったりしてたら多分このベスト5には入ってないと思うんですけど、この色味を買ったっていうのが良かったなというふうに思ってて、まあ、もちろん普段のこういう白 T とかでも合わせれますけど、やっぱり暗い T シャツとか、まあ、こういった黒の T シャツとかで合わせる時とかはめっちゃ合いますし、何より僕のレパートリーにはない色味やったんで、あ、これはちょっと新しい自分というか、なんか新しい自分って言ったらうさんくさいですね。なんかまあそんな感じの、なんか今まで感じたことない色味やったんで、あ、これは良かったなと思って、まあこれに関しては完全に色味でランクインしたという感じになってますので、まあ、もちろん帽子もいいんですけど、特にこの色味が良かったかなというふうに思います。まあちなみに色はなんかタンという色味やったんですけど、これよりもうちょっと薄い目の、色味があったんですよ。何やったかな？なんかサボテンじゃなくてなんかそんな感じの薄い色味があるんですけど、薄い色味でもいいかなと思ったんですけど、やっぱり汚れちょっと目立つかなっていうのと、まあ、これもし仮に嫁に被らせた時に白っぽい帽子のこういうのって喜び組みたいになるじゃないですか、どっかの国の。だからそれってもう一回喜び組に見えたらもう喜び組の人にしか見えなくなっちゃうので、まあ、僕が被るだけやったらいいんですけど、これまあ嫁にも被らせるってことを考えると、まあ、こっちの色味の方が使いやすいかなということで、まあ、このタンを購入したということになってますので、まあ、これに関してはもうカラーですね、完全にカラーが良かったということで合わせやすいからなので第3位ということになっております。そして次はですね、第2位っていうのがテバのリカバリーサンダルということになってます。っていうのもですね、テバのリカバリーサンダルはですね、毎日履いとって、今もまさに履いてるんですけど、この足元を履いてるんですが、これがですね、テバのリカバリーサンダルが、もうあるクッション性がめちゃくちゃいいということと、ちょっと高さがあるっていうことで、もう僕らはですね、これ外用にせずに部屋用にしてるっていうことで、なんやったら僕より嫁の方が気に入って、これ28センチで、嫁は足23とかなんですけど、嫁の方がこれは着用してるということになってますので、まあ使用頻度から考えても第2位かなということになってます。まあ、ちなみに良さとしてはクッション性が柔らかくてめちゃくちゃいいっていうのももちろんそうですし、誰が履いても靴ずれせえへんっていうのもそうやし、あともう一個決定的な理由としてはこれ女性の方がいいかなと思うんですけど、このソールが分厚い分、僕はあんまわからないんですけど、嫁はこのソールが分厚くなって背が高くなったら料理しやすいって言って、そのキッチンの台の高さが上がるっていうか自分が高くなるので料理がしやすくなるって言ってたので、これもしかしたら背の低い方にはこうあるあるかもしれないんですけど、このホカオネオネのリカバリーサンダルは足の疲れを軽減するだけじゃなくて、そういうキッチンの作業すらもリカバリーするというサンダルになってるので、まあ、僕とかみたいな平均より上の身長の人らはもしかしたらこれを履くことでより台所が使いにくくなると思うんですが、まあ、背の低い方とか女性の方とかはこういうの履いておけば厚底なんで結構料理がしやすいらしいです。だから、まあ、本来の多分使い方とは違うと思うんですけど、我が家にとっては本当に毎日欠かせないものというふうになってますので、今はもうこれ部屋用のスリッパという感じで使っております。これからですね、また秋とか冬になってくると秋冬用の部屋のスリッパはあるので、その頃にはこれが外用になるのかもしれないんですけど、ちょっと今はまだ使い道わからないんですけど、今現時点としてはこれはもう部屋用になってて、また秋口はちょっと考えようとは言ってるので、今現段階としてはもう毎日履いてるサンダルということになってて、日中は僕がずっと履いてます。なので第2位ということになってます。そして次第1位に行く前に番外編に行きたいなというふうに思うんですが、番外編っていうのはまあファッションだけじゃなくて、僕が日常使ってて、あ、これめっちゃ良かったなとか、これはあって便利になったなっていうものを紹介していくんですけど、まず番外編の一つ目っていうのはこちらのスマホスタンドになります。で、これはですね、今ちょっと線とか全部外して持ってきてるんですけど、普段はデスクの上に置いてる状態になってて、まあデスクってその大したもんじゃないんですけど、まあ置いてて、これ何がいいかっていうと、これに携帯、スマホとかをポッと置くだけで充電ができるっていうものになってるので、まあそこがめちゃくちゃいいっていうのと、あと充電しながら画面を見れるんですよね。だから僕の場合で言うと、編集しながら YouTube を耳で聞いてこれを見てるっていう時がたまにあるんです。とか、YouTube の説明文を書きながら人の動画を見てとかもあるんですけど、そういう時とかに地べたに置いちゃうとこう覗き込まんと見えないので、これがあるだけで充電もしてくれるし、なおかつこっちにも向いてくれるので、普段会社勤めの方とか、あとまあ自宅で作業されてる方とかもそうやと思うんですけど、スマホを見ながら PC 打ちたい時とか、スマホをこっちに向けときたいとかってあると思うんですが、そういう時とかに使えると思いますし、あと例えばテレビ電話とかもスマホでされる方やったら、これ充電しながらこうやってテレビ電話とかもできたりするので、まあ、これはあってよかったかなと思います。で、ちなみに多少の角度調節とかもできたりは
するので、まあその辺とかは、まあその時その時によって変えれたりはするので、まあこの辺とかも使い勝手がいいかなと思いますし、それでなおかつ値段が2000円ぐらいなんで、いちいち刺したり抜いたりすること考えたりとか、あとこういちいち覗き込まなあかんとか、あとなんかスマホ立てんの結構苦労してたとかってあると思うんですけど、そういう時とかはこれをパンって置いておけば、この微妙に空いてる高さもまたいいんですよね。ペタンと一番下にひっついてたらこう覗き込まなあかんけど、ちょっと浮いてくれてるので、まあこれもこれでまた助かるんですけど、まあそういうところもあって、まあ今回これは良かったなというところで番外編の第一つ目ということになってます。そして二つ目がですね、以前デート Vlog で購入したっていう話はしたんですけど、こちらのシャンプーになってます。これはですね、マーク&ウェブというブランドになってて、僕ら以前から使ってたんですけど、もうこちらのシャンプーは初めて使ったんですが、これ何がいいかというと、めちゃくちゃ頭スースーするんですよね。で、お前毎回シャンプー紹介してるやんけっていう感じなんですけど、まあ、ここはやっぱ夏場になったら頭皮臭い系 YouTuber として必ずここは紹介してかな、ダメかなと思いますので紹介はするんですけども、まあ、これがレモングラスペパーミントって書いてるので、めちゃくちゃ柑橘系でスーッとする感じになってるので、僕のおすすめの使い方としては、まあ、普通のシャンプーとしても使えるんですけども、このシャンプーとこの先月紹介した炭酸シャンプーをダブルで使うというのがもう一番いいので、でちなみに使い方としては、まずこっちの炭酸シャンプーで完全に油分バーンと飛ばしてる状態でこの柑橘系で頭スーッとさせて、これはすぐ流さないんですよ。ちょっと置いといて1分くらい置いといたらもう頭とかがめちゃくちゃスースーしてくるので、そのままバーッと流して外出て、で体だけ吹いて扇風機の前に頭突っ込むんですよ。ほんなら扇風機の冷風で頭キーンってなって、もうそれはもう飛ぶぞっていう感じになるので、まあぜひ飛びたい方はですね、一回このセットを試してもらったらいいかなというふうに思います。まあおすすめの使う時としては、やっぱり一日中外によってバーベキューとかあってくっさなって後とかにするともう多分たまらんと思うので、まあもう一度言ってると、これでしっかり油を飛ばして次にこれをやるんですが、これは1分か2分、僕は10分ぐらいつけ置きするんですけど、10分ぐらいつけ置きしたらもう頭がヒー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 言ってきてスーッとするので、サッと流して体拭いて扇風機に頭バーン突っ込むっていう、もうドライヤーする前にバーン突っ込んだら頭がヒーってこうもう完全にですね、宙に浮いてる感覚で飛んでるので、これは誰がどう見ても合法のやり方になってますので、合法で飛ぶやり方をご紹介させていただいたということになっております。で、次の3つ目っていうのがですね、番外編3つ目っていうのがですね、ライトになってるんですけど、ライトっていうのもですね、人感センサーのあるライトになってて、その近づけば勝手にパンって電気がついて、離れれば電気が閉じるっていうことになってるんですけど、もうこれ僕らはですね、普段玄関のものは人感センサーのライトなんですけども、それ以外にも、例えばトイレであったりとか、洗面台もちょっと人感センサーのライトにしたいなと思って、っていうのも、いちいちこうパチパチする作業って全然嫌じゃないんですけど、誰か友達とか来た時に、どこにボタンあるんっていつも聞かれるんですよね。だからそれ言われるのちょっとめんどくさいなと思ったんで、人感センサーにしといたらもう全然聞かれることないし、人が行けば勝手に電気つくし、トイレももちろんそうで、入れば勝手に電気つくし、出れば勝手に電気が消えるので、まあ、友達も迷わへんし、僕らも一回一回説明しやんでいいので、まあ、これは良かったなというふうに思ってますので、まあ値段も比較的安く揃えれるので、たまたま2個入りセットで2000円ぐらいなんで、まあ1個1000円ぐらいなんで、1個1000円で人感センサーのライトつくんやったら、まあこれは結構便利になるなと思ってお話ししたということになってるんですが、ただ僕らはですね、あんまりライトの色味とか気にしてないので、ライトの色味とかを気にされる方とかはもしかしたら合うものがなかったりするかもしれないんですけど、僕ら全然そんな気にしないので、まあ、黄色であろうが白であろうが何でもつけはそれでいいので、まあ、最近人感センサーにしては良かったかなという感じにはなっております。ではですね、またランキングの方戻っていくんですが、最後発表するのは6月に買って良かったもの第1位ということになっているんですが、第1位というのはですね、こちらのアークテリクスのジャケットになってます。まあ正式名称はスコーミッシュフーディーというものになってるんですけど、まあ、これは何が良かったかというと、ただただかっこいいんですよね。でもちろん機能性もあって、多少の雨とかでやったらしっかり弾いてくれるし、風とかも止めてくれるってことになってるんですが、最近結構暑いじゃないですか。だからそんな着る機会ってあんまりないんですけど、やっぱり着ててかっこいいジャケットって次また着る機会、寒くなったりとかした時に着る機会が絶対来るので、その時とかはやっぱ多分手に取るやろうなと思いますし、僕個人的にはこれ似たようなジャケットでノースフェイスのスワローテイルベントフーディーっていうのを僕も持ってるんですけど、まあそれはどっちかっていうとスポーツテイストにちょっと強いので、僕はそれよりもこっちの方が個人的には気に入ってるので、まあこれは買ってよかったなというか、出会ってよかったなと思うジャケットやなというふうに思います。まあ、もちろん体型とかによっては人によっては似合わ似合うってあると思うんですけど、僕の体型には結構ハマるので、まあ自分で言うのもなんなんですけど、まあ結構自分的にもいいなと思ったんで、まあ第1位ということになってるんですが、ただ一つですね、これポケットがないっていうのは以前からずっと言ってるんですけど、ポケットがないので
僕の使い方のメインとしては、まあ、例えばここのポケットに入るだけの、例えば鍵だけとかやったら全然いいんですけど、まあ、それ以外にも多分出かけるってなったら多分こういう財布とか、あとまあスマホとか持っていくことあると思うので、そういう時とかはもう入らないので、そんな時はまあ同じアークテリクスのこういうマカ2というカバンを持って、これを入れてこう持っていくというような感じの使い方がメインになってくると思うので、そのポケットのない部分はこういったボディバッグとかちっちゃいカバンで補っていくような形にはなると思うんですけど、まあそういう使い方をしていこうかなというふうには思ってます。まあなのでポケットがない部分をそこでカバーさえできれば、今のとここれもデメリットがないのでいいかなと思ってますし、5月に続いて6月もそうなんですけど、アークテリクスの商品が第1位に来てるということで、5月はこのマカ2で、6月はこのスコーミッシュフーディーってことやったんで、僕今までアークテリクスのアイテム持ってなかったんですけど、最近買うようになってからアークめちゃくちゃいいなって最近思い出してるので、まあまた今後も7月以降も買っていくかもしれないですし、ちょっとまあまだわからないんですけど、まあこの辺に関してはアークテリクスの中でも定番のアイテムなんで、まあそれは定番って言われるだけあるなとって思うようなアイテムでした。はい、ということでですね、まあ一応これが6月に買ってよかったものトップ5と、あと番外編ということになってるんですけども、まああくまでも僕の個人的な考えっていうのがメインになってるので、まあ皆さんが使う時にはどうかっていうのはわからないんですけど、まあ、僕個人的にはいろいろ動画ではいろんなメリットとかデメリットはお話してるんですけど、僕の生活においては今のトップ5っていうのはデメリットがなかったんで、もうメリットしかないアイテムということになっております。ではですね、本日は6月に買ってよかったものベスト5を紹介してみたという動画になってます。また来月お会いしましょう。ありがとうございました。